恵まれた方、主があなたと共におられた。マリア、恐れることはない。あなたは神様から恵みをいただいた。あなたは身ごもって男の子を産むが、その子をイエスと名付けなさい。その人は偉大な人となり、いと高き方の子と言われる。神である主は彼に父ダビデの王座を下さり、彼は永遠にヤコブの家を治め、その支配は終わることがない。どうしてそのようなことがありえましょうか。私は男の人を知りませんのに。聖霊があなたに下り、いと高き方の力があなたを包む。生まれる子は聖なるもの、神のことを呼ばれる。神にできないことは何一つない。私は主のはしためです。お言葉通りこの身になりますように。おー主よ、ハレルヤ、主を感謝します。ハレルヤ、主を感謝します。神様、結婚を約束していたマリアが私のことを裏切るなんて。だがマリアのことを許してあげて、彼女との結婚を密かに断ちます。ダビデの子ヨセフよ。お、主よ。ダビデの子ヨセフ、恐れず妻マリアを迎え入れなさい。マリアの胎の子は聖霊によって宿ったのです。マリアは男の子を産む。その子をイエスと名付けなさい。この子は自分の民を罪から救うからです。はい、その通りにいたします。やっぱりそうだった。僕の愛しいマリアが僕のことを裏切るわけがない。そうだと思う。ああ、神様、感謝します、感謝します。ハレルヤ。あ、はい、はい、主の恵みの中でマリアの胎内の子はすくすく育ち、間もなく生まれる日が近づきました。ヨセフはガリラヤの町ナザレからユダヤのベツレヘムという町へと身をもったマリアと共に遠い旅に立ちました。マリア、体は大丈夫か？もう少しの辛抱だ。頑張ろう。はい、大丈夫だわ。だが、もう日が暮れるのに、空いてる場所がどこにもない。困ったもんだ。宿屋を全部断られている。あなた、どうしましょう？どうした？陣痛が。ああ、どうしよう。来てる。ああ、どうしよう。生まれそう。今すぐ他の宿屋を当たってみるから、もう少しだけ我慢して。
私、妻が身ごもってるんです。身ごもってる？はい、今にも子供が生まれそうなんです。実どうか空いてる部屋を一部屋貸してください。部屋は満室なんだよ、よそ行ってくれ。いやいや、そんなこと言わずに止めてください。お願いします。部屋は満室なの、皇帝の戸籍登録のために部屋は満室なの、はい、よそ行って。もう他も当たってきました、もうここしかないんです。お願いします。うん、大丈夫か？陣痛？はい事情がかわいそうだが、はい、空いてる部屋といえばね、はい、馬小屋ならあるけどね。あ、馬小屋で結構です。お願いします。止めてください。馬小屋ならついておいで、こっちだよ。マリア、馬小屋だ。イエスはヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった。その時東方の博士たちが来て、ユダヤ人の王としてお生まれになった方はどこにおられますか。それを聞いてユダヤ中大騒ぎになった。それはユダヤのベツレヘムです。何？預言者によってこのように書かれています。ユダの地ベツレヘムよ、お前はユダの指導者たちの中で決して一番小さいものではない。お前からこそ指導者が現れ、私の民イスラエルの牧者となるからであると書いてあります。そうか、よし、それでは彼らを早くここに連れてきなさい。はい、かしこまりました。僕は王様です。おお、そなたがはるばる東方から来た博士たちなのか？さようでございます。あそこに見えるあの大きな星は、メシアの生まれたことを知らせる星に間違いありません。それで拝みに参りました。あれがそうなのか。よし、それでは一体あの星はいつ現れたんだ。行ってその幼子のことを詳しく調べ、分かったら教えてほしい。はい、私も行って拝むから。はい、そういたします。おう、なんだと。あ、やばいぞ、私はこのエルサムの王なのだ。どうだ、どうだ、よく言った。この王座はもう簡単に私はしないの。はい、頼んだな。はい、その通り。
のはい、いやあ、それは持ってかなくてから我々はメシアの誕生を祝うために東方から来た博士たちでございます。ここに黄金流行お通訳があります。これを捧げます。糸高きところに栄光が神にあり、地の上に平和が日本の神に飾る人々にあるように。ハレルヤ。Thank you.